グリフィスは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州の都市である。人口は27,345人。シティオブ、グリフィスの中心部である。州都シドニーから西に約5 7 0トルに位置する。1910年代にマランビジー側の灌え事業によって建設された。首都キャンベラと同様に、ウォルター・バーリー・グリフィンとマリオン・マホーニー・グリフィンによって、 設計されたため円形や八角形の外区が特徴的である。グリフィスの地名は初代ニューサウスウェールズ州公共大臣であるアーサー・ヒル・グリフィスにちなむ。グリフィスはシドニー及びキャンベラからはヒューム・ハイウェイ及びバーレー・グリフィンウェイ、ベルボルンからはニューウェル・ハイウェイ、キットマンウェイ、イリゲーションウェイを経由してアクセスすることができる。ランドスケープ・アーキテクチャー。 ワルター・バリー、グリフィン・ソサイティ・インク、http://www.griffinsociety.org スラッシュ・ライブズ・ワークス、ランドスケープ・アーキテクチュア、html2016 年3月8日閲覧。オーストラリアン・ディクショナリー・オブ・バイオグラフィ、ー、エントリー・フォー・グリフィス、アーサー・ヒル・ハット・ネルン、ベデ・グリフィス、アーサー・ヒル、 オーストラリアン・ディクショナリー・オブ・バイオグラフィー旧キャンベラオーストラリアンナショナル・ユニバーシティ2016年3月8日閲覧ありがとうございます